ホテルチェックインして、まず最初にやることはですね、コンビニで買い出しです。これは必ずやりますけれども、購入品紹介やっていきたいと思います。ジャパントロボのアメリカンチャンネル。まずは絶対に買うものね。これ2個も買っとるし、これは絶対買う。ダダーン、マテ茶。日本では太陽のマテ茶という名でね、売っとったんだけど、最近見んじゃんね、これ。これはね、俺大好き。もちろんコーン茶も好きなんだけど、最近ね、コーン茶はね、日本でも結構飲んどるわけ。だけど、この太陽のマテ茶売っとらんじゃんね。なんで、これは絶対買います。日本買い。ポカリスエット、ハングルバージョンね。味は一緒です。はい、ポカリ買ってきますね。このお茶、これ最近ね、来た時買ったんだけど、これ何茶かちょっと分かってないんだけど、なんだろうこれ。こんなやつ。これもね、なかなか美味しい。0カロリー。4カロリーです。で、ちょっとお菓子を、プリングルスの、日本に売ってない味、辛いやつ、ホット&スパイシーですね。と、これはね、キノコの山、的なやつ。もうほぼキノコの山だよね、これ。なんですが、パッケージのキャラクターとか全然違う感じの、チョコのスナック菓子買いました。そして、オレンジジュース100%。たまにね、これ100%じゃないとものすごい甘いやつがあるから、俺嫌だから100を狙っていつも買ってます、オレンジジュース。そして、こちら多分来たことある人は飲んだことあるよね、これ。はい、この定番の。そして、もちろん、カスビールですね。しかもこのカスライトってやつ。カスでもめっちゃライト感あるのに、それのまたライトって、どんだけライトなんて思ったけど、まあ、軽いビールが好きなので、ちょっとライト買ってみました。あともう一本。ペラ。ね、これはよくアメリカで飲んでるやつ。はい、ステラビールですね。こちらを購入しました。締めて1万9600ウォンでした。なんで、これで今回の旅は、ホテルでのドリンクとかちょっとお菓子とかはいけるかなというふうに思います。じゃーん。またじゃあ購入品紹介 in 韓国をちょっとね、プチな感じでできればいいかなと思ってます。ありがとうございます。